カットバセボールチャンネル熱闘甲子園熱闘甲子園よいしょ。イエイ。さあということでございまして、はい、選抜のお話をしていこうかなというところでございますけれども、はい、今回は今大会で注目されているバッターで MVP を決めちゃおうと、はい、もう MVP 打者を打者ですね、はい、この未来の、はい、この今大会はこいつが MVP 打者だろうというのを、はい、そうですね、まだ収録中はまだ選抜始まってませんけども始まってないですよね、もう予想して、はい、この人が MVP を取る打者ですというのを先に発表します、うん、はい、これ当たったらすごいことですけど、すごいです、過去にこのどのチャンネルでも見たことない、見たことない、うん、はい、これは不思議チャンネルですこれは先に出して当てちゃうって、ね、新しいですこれ、はいはい、でもそれぐらいもう我々見てきた中でこの選手活躍してくれるんじゃないかなというような選手を書いてるわけですよね、はいはいはい、じゃあもう早速いきましょうか、はい、上条さんからいきますか、いいですか、はい、僕もうかなり期待度でかいです、はい、はい、僕はもうこの選手が MVP やと思います、はい、こちら愛工大名電の石見相馬選手、ほう、ね、石見君ね、石見選手、まあ、身長はですね177センチと、うん、そんなに大きいかなと言われたら大きくはないかもわかんないんですけど、はい、体重75キロ、うんうん、そんなにでかいかなとそんなにでかくないんですけど、こう本当見てほしいんですけど、右投げ左打ち、この左打席、うん、スイングスピードがえげつない、ほう、すごいんですよ、はい、で何がすごいって、そのスイングスピード、まあフルスイング、まあ素振りやったらできるじゃないですか、はい、そのバッターボックスでもこのフルスイングなんです、うん、で皆さんそういう選手って、はい、いやもうフルスイング分かったけどボールに当ててくれよみたいな、あ、よくあるじゃないですか、ありますね、うん、そのスイングでコンタクト率もかなり高い、秋の大会公式戦11試合で打率4割8分7厘ですよ、うん、めっちゃ打ってるじゃないですか、5割近くやばいですね、はい、で、秋の練習試合入れて全部で120打席経っても4割5分っていう、はい、すごい、すごくないですか、めちゃくちゃすごいですね、しかも左バッターでものすごいいつでもこうフルスイングしてくれるんですけど、はい、だいたいよくやっぱ高校生あんなも引っ張り専門みたいに左に引っ張って引っ張ってめちゃめちゃ逆方向に球が伸びるんですよ、へえ、すごい、左中間とかもフェンス直撃とか、おお、左バッターで、はい、もうなんかこうプロのスカウト見てて、おい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 、ちょっと誰も見てへんやろなみたいな今のやつ他球団見てへんやろ、誰もバレるなバレるなみたいなすごい選手で、でチームもやっぱりこの石見選手を俺はやっぱプロに生かそうかなっていうのが見えるのが、もともと高校に入った時はショートやったんですけども、はい、打撃が変われて外野に行ってたんですよ、うん、はい、でもしかしたら今大会この選抜からはもしかしたらショート守るかも、もうショートでこれプロのスカウトどうぞうちの石見見てくださいっていう、え、なんか中日ドラゴンズどうぞみたいな感じですか、いやそれは分かんないです、それは入ってきますかね、ご仕事です、どんだけ内野手取るんですかもういいでしょ、まだ足りひん、まだ足りひん固めてください、ショートで野球やるんじゃないですよ、ショート中心でなんであんな取るんですか、もう行けそうですからね、もう取ったじゃないですか、あんなにもう二遊間で、ショートで野球で一チーム、いや、でまたこの愛工大名電っていうこの伝統高校で1年夏からレギュラーで出てるんですよ、すごい、だから夏もう2回甲子園経験してるんですよ、1年夏2年夏経験して、はい、まあ、その甲子園はちょっと悔しい思いしてるんですけど、はい、それをもってこの3度目の甲子園、うん、すごい準備してやってくると思います、そうですね、でショート守ったらこれはもうスカウトの人見てくださいっていう、はい、そのサインからアピールですよね、これ、はい、いやもうめちゃめちゃ楽しみなんですけど、まあ本当バッティングの評価もものすごく高いですけども、これでまたさらにこの守備のあれが見せれたら、うん、まあ本当に今年のドラフトかかってくる可能性が、はい、いや、ね、いや本当に面白いと思いますし、ね、よく間違えられがちこのね、あの岩見銀山とか言われるね、これ、うん、岩見治水官、はいはい、岩見君、岩見石見ですね、石見です、間違わんといて、はい、今回の選抜で石見の名前覚えてください、はい、石見相馬でございます、石見相馬、はい、ちょっと要チェック、はい、要チェックでございます、素晴らしい、ありがとうございます、これでまあ本当にでもやっぱあのちゃんと見てる人はもうこの選手あげる、いいよね、めちゃくちゃいいですよ、うん、はい、じゃあ僕行きましょうか、はい、はい、僕はね、こちらですね、萩原レオ君でございます、星稜高校、はい、
こちらの選手を挙げたいんですけれども、まあ、星稜の、サードを守る選手なんですけれども、まあ、神宮大会で4番打ってた選手なんですけど、豊川戦でホームラン放って、まあ、話題にもなってるんですけど、まあ本当にね、ここぞという場面で打ってくれてる選手で、まあ、ホームランもかなり打つんですけど、そもそもこの地方大会の時にこの萩原君2番打ってたんですよ。2番打ってたんですけど、超攻撃的2番で、まあ、準決勝戦小松大谷戦だったと思うんですけど、そこでもやっぱホームラン打って活躍して、もう本当にこの場面場面で打ってきた、まあ、かなり期待できるバッターの一人じゃないかなと思って、ちょっと上げさせていただいたんですけども、体つきも結構大きいですよ。180の80キロぐらいあって、まだこの一冬超えたら大きくなってるんじゃないかなっていうところもあって、うん、で、あのね、ここもそうなんですけど、ちょっと今この子が話題になってることがあって、はい、顔がめちゃくちゃある有名人に似てると。ほう、話題になって、ちょっとあの写真あるんですけど、萩原流れさん、流れさん、いやいや、名字じゃないです。え、誰やろ、なんかでもなんか、はい、誰やろこれ、あの芸人さん、そうですね。え、芸人？はい。え、もう分かりましたこれ。コンビ、僕、コンビで、はい。え、あ、あれかな。はい。あの、あ、ちょっとボケの方。いや、方言強い人。そうですね、方言強い人。あ、なるほど。めちゃくちゃ似てるって言われたけど、あの千鳥のノブさんにそっくりだぞ。そっくり。もうコス、あの、アイコラレベルに似てると。なんかちょっと。このハの字の眉毛が似てるね、眉毛と、はい、で顔つきの感じと、はい、ものすごい似てるっていうのはちょっと話題になって、うん、あの結構ね、これ選抜始まって多分抜かれるシーンも多いと思いますけど、まあ、そこまでちょっと見ていただきたいポイントの一つかなと。千鳥のノブ君似てるとこがめちゃめちゃ楽しみ。もう追い込まれたらちょっと待てとか言うの早すぎるお前。変化球の癖がすごい、癖がすごいあるかもしれませんが、お前岡山にない曲がりしとる。石川やろ、お前石川やろ。で、名前はあのレオ君って言うんですけどね、あのお父さんがあのジャングル大帝レオの大ファンで、マジでそこからつけたそうでございます。はい、セーブ狙ってじゃん、セーブ狙ってますね、セーブさんよろしくお願いします。してね、いや面白いね。ただもう本当にバッティングの実力も申し分ないぐらい、上條さんも見られたと思いますけど、まあ本当にいいバッターじゃない、いやいや、めちゃめちゃ星稜はね、いいバッターが多すぎて、そうそう、ものすごく、ね、やっぱあのもちろんピッチャーの、注目されてますけれども、その中でもやっぱ星稜打線がすごいいいんで、かなり注目していいバッターの一人かな。いや、東大充実してますね。はい、はい、ということでございます。はい、じゃあ平さん、はい、僕もね、ちょっと書いてみたんですよ。はい、はい、ちょっと見てもらっていいですか。はい、お願いします。わかりました。はい、じゃん、お、県大高崎の、はい、森山龍之介くん、はい、出た、上毛三山の一人来ましたね、上毛三山の一人。はい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 、僕上毛三山の一人って知らずに書いたんですけど、あの前回の動画ね、前回の動画よかったら見てください、はい、見てください、バゴバゴしてます。この雑誌の、その高校野球の雑誌の、はい、ある切り抜きの写真、はい、でそのフォローの形やったんですけど、はい、なんかそれを見て打ちそうなのかなって思って、おお、実際見たことはないんですけど、その写真で、写真で、写真から伝わってくるもんで、あ、打つんかなって。平田さんがフォローするで選んだ選手ってやばくないですか。めちゃめちゃ嬉しい、めっちゃ嬉しいと思いますよ。実際どうなんですか、この森山選手は。バリバリ打ってます。はい、バリバリ打ってます。もう今、クリーンアップで箱山も4番打ってんじゃないですか。箱山が3番だったと思う。箱山が3番、すごいね。でも、はい、どういう写真見たんですか、そのフォロー打った後の。はい、このシーンですね。はい、このシーン、どこが良かったですか。顔が良かったんじゃないですかね。千鳥スター性が、誰かスター性が、スター性がいや、なんかバットのこう位置とか、またそういうのも、足、下半身とか、なんか下と上のバランスが綺麗に収まってるなっていう感じがあったんで。でも意外とそういうこのプロの人が形で見るっていうのは、はい、もしかしたらその理にかなってるかわからない、ね、そうですよね。僕らみたいな素人がこうやって言うてんのまたちゃうからね。そうですよね、うん、でまあその形最後のを見てるってことは、まあ本当に正しい位置で動いてないとその位置に行かないってことですよね。そうです、はい、そうなんです。ゴールがちゃんとしてるってことは、もちろんスタートもしっかりしてないとできないですよね、うんうん、はい。そう考えるとこれめちゃくちゃ森山くん嬉しいんじゃないですかね。絶対嬉しいと思う。やっぱお笑いでもなんか形あるもんな、こうなんか終わった後
だってこう形がこれおもろい写真やな思ったらその時も絶対おもろいもんね。そうそうですね、面白い、絶対におもろいもん。奇跡もありますけど、もうだって藤山寛美先生なんかどこ切り取ってもおもろい全部おもろいし、確かに寛美先生は、ね、確かに。いやだからやっぱりこう一概にこうずっと、うん、でまた平瀬さんって、はい、そう中学生とかこう、まあ、そうですよ、これからのね、あの高校球児を育てる、プロ野球選手を育てる、はい、そういう子いっぱい見てますから、はい、その中でもこう形違いっていうのは、う なんなら逆にもう就活に向かってる人まで教えてくれてますからさっき行きましたよ、はい、あれだなんか、はい、教えてもらって、はい、なんかもう今ちょっと停止ビデオって動かないでしょ。そうですね、だからまだちょっと文字が文字が全然もう圧倒的に欠けてないですよ欠けてないんですよ、ちょっともう本当ね、あの自分の人生でも今日初めてですけど左手で支えながら書きましたあまあでもね、本当にまあちょっとまあ、この選手たちもちろん活躍してくれると思いますしね、はい、これから先も期待したい選手たちでございますということでございまして、今回の選抜の打者の MVP でございました。